い、こちら ATZ さんのブースです。2台見れます。ミリミリランド、はい、こちら後ろにあるのがアンナ M です。このね、アンナ M は上がねすごい仮装してあって背が高いのが特徴です。ボンゴがベースの車両になっています。中はね北欧な感じで非常に美しいレイアウトです。はい、こちらベース車両がボンゴ版、グレードがデラックスです。排気量が 5000cc でガソリンで走ります。お値段が415万円です。排気量 5000cc っていうのは、あ、1500cc、 あ、本当ですか。こちらアンナ M です。ベース車両がボンゴ版、グレードがデラックスです。排気量が 1500cc でガソリンで走ります。お値段が415万円です。はい、はい、もうねこの北欧な雰囲気のスタイルがすごく素敵で似合います。で中今ねフェルスタが入ってるのでかなり中から涼しい風が出てきてていい感じです。あーで今ね屋根の部分っていうかこの上の部分がそのままになってるんですけど、これ展開してあげますと上でも人がね寝れるようなスペースが出てきます。2段ベッドになりますね。はい、後ろから拝見しますとここでね横かかってリラックスもできるんですが、荷物をねここからススッと出しますと結構長めのものも入るような形になります。でこちら側にシンク、そして冷蔵庫かな、はい、はい、冷蔵庫です、はい、縦開きの冷蔵庫で上の天板がちょっとねこう大理石調になっているのでそれもすごく似合いますし、でスイッチコントロールはすべてこちらに集約されています。でここもね収納になってたりして、あの余すことなくちゃんとねスペースを活用しています。でやっぱりライトがすごい明るくって中がね本当に明るく過ごせるのが素敵だと思います。はい、アリン H ですね。アリン、はい、はい、こちらもボンゴトラックがベースの車両になってます。はい、こちらアレンハイボンゴトラックです、グレードがデラックスで排気量が 1500cc、 ガソリンで走ります。お値段が520万円です。このこれぐらいのサイズ感って本当にいいですよね。取り回しがいい、うん、うん、でこのアレンハイ、あ、アレンハイですね。アレンハイはちゃんとねバンクベッドがついているパターンのお車です。でこちらにあるのが、中につながるラゲッジルームです。でちゃんと換気扇じゃないなんだっけ、ベンチレーターじゃなくてクーラーの室外機だ、はい、こちらにクーラーの室外機ちゃんとついてます。で後ろがこちら2段ベッドのタイプです。で外部電源はここから取り入れられるようになっています。はい、邪魔します。ほい、あ、クーラー発見、クーラー一番後ろに乗ってましたよ。はい、こちらねクーラーが後ろにちゃんと乗ってました。でこちらが2段ベッドになっていて、でこちら側がキッチンのスペースです。キッチンのスペースはここにね、はい、こんな感じでしっかり収納ができるのと、あとねコンセントがですね奥に2口ついてるので、もしかしたらここにあのオプションとかで、電子レンジ入れられるかもしれないです。でここですね、じゃじゃーん、はい、こんな感じで大きめのシンクついています。でその隣が作業のスペースになっています。でちゃんとね窓もありますし、ここね明るいライトがついてます。でこちらが、はい、あ、下にあれですね10リッターのタンクと収納のスペースになっています。こんな感じですね、はい、はい、でこの横の方に冷蔵庫が、あ、そっちになるんですね、はい、ここに冷蔵庫がついてます。はい、外からのアクセスもいいです。はい、はいはい、こちらがバンクベッドのスペースです。ここはですねシャット、あ、違う、こっちかな、シャット、あれ
い、開けますと、よいしょ、デデンと。で、さらにこれをもう一回、デデンと。はい。で、マットを引っ張ってきてあげると、ここがですね、しっかりした広いバンクベッドになります。多分これなんか2メーターぐらい奥行きありそうな広さですね。これがハイのハイですね。ねえ、大人がね、ゆったり2人で寝れちゃいます。お子さんいても全然3人とかで寝れちゃう感じですね。はい。はい、すごい。さすがアレンハイです。はい、で、あとここをこうやって押して入れるだけなので、はい、かなり展開が、はい、簡単です、はい、でリビングルームがこれだけ広く展開してます、はい、4人がゆったり、はい、寝れます、はい、何そのやる気のないハイはさっきからあれハイだからハイって言いたいんじゃないですか、はい、もうみるみるランド、はい、はい、積層ボディさんです。トム200です。はい、積層ボディさんのトム200、こちらはハイエースベースの車です。はい、ちゃんとね、室外機もありますので、中にはエアコンが入っていることが見込まれます。じゃあこちらから行きましょう。積層ボディさんのトム200です。乗車定員が7名で、就寝定員が6名です。全長 4.9m、 幅が 1.9m、 高さが 2.6m です。ベース車両がハイエース、ガソリンで走ります。お値段が786万円です。はい、それでは邪魔したいと思います。おお、あ、いい感じ。ここが2段ベッドになってますよ。2段ベッドで、この下のラゲッジスペースもかなり広い。あ、なんかすごい開放的なラゲッジスペースだわ。はい、すごいいいですね。で、ちゃんと窓がね、どちらにもありますし、あとね、今ついてないですけど、ライトがちゃんと ついてあります。で、ここに来るんですね、はい、ここにちゃんと家庭用のエアコンが来てます。で、冷蔵庫がデデンと、はい、ちょっと高めの位置でいいですね。で、広めのこちらが調理台と、ここ開けますと丸型シンク、うん、しかも深い、この深いタイプ好きなの、洗いやすいですよね。これちょっと引き出せちゃう。で、明るいですし、窓もあります。で、ここに電源がありますので、1個今空いてますので、ここからね、電源取ってきて、なんか温めたりすることもできそうですね。で、こちらがこうか。で、こうしてあげると、はい、マルチルームですね。おマルチルームスペースが出てきました。で、閉められますと、はい、ここはね、あ、すごい大きなタンク出てきましたね。あとちょっとしたスペースは収納に使えます。はい、で、こちら側がね、ゆったりできるリビングで、あちらに窓があって、ここが、はい、収納のスペース。これね、ちゃんとこちらとこちらつながってるタイプです。で、さらにこちらバンクベッドです。で、バンクベッドはですね、こちらすごい引き出せますね。でででででっと、まだまだ来た、ここまで来た、出てきますね。はい、もう奥行きがすごいですね。まあ、ここの高さはね、そこそこって感じなんですけど、うん、でもね、大人がゆったり2人で寝れるスペースが出てきますね。素晴らしい。で、さらにこれね、こういう状態で出してあっても、こうね、下で座った時に圧迫感がほとんどなく、ゆったりできるスペースになってます。これがね、嬉しいですね。寝る人は寝てても、ここの人はここの人で楽しく過ごせるようになってます。で、さらにここ下駄箱としても収納としてもしっかり使えるような広いスペースと、で、ここにテレビ設置したければ、多分ね、ここに電気があるのでできるのかなと。ちょっとここら辺は言わない方がいいな。はい、ここにね、2口のコンセントがついています。メルメルランド、はい、こちらタコスさんの NV ジャック拝見していきたいと思います。こちら NV ジャックは日産バネットがベースの車両のキャンピングカーです。ルーフが高くなってます。はい、入る上のね、この
の仮装してあるルーフが非常に大きいです。ただし母体が、バネットなのでかなり取り回しもよく走りが楽ちんです。でこちらにね、はい、書いてあるので拝見していきましょう。 NV ジャック乗車定員は5名です。就寝定員は大人2名子供2名です。全長が 4.4m、 幅が 1.7m、 高さが 2.3m です。ベース車両が日産バレンとガソリンで走ります。お値段が439万円です。はい、中見るとこんな感じ。はい、なんかね、花に対してタコスさんのね、花に対してちょっとね、男性的なイメージで作ってあるジャックです。名前もね、ジャックでかっこいいですね。リビング展開になっています。これがで、パコって出てくるんですね。そうですね、今ね、テーブルがついてある部分もこちらね、パカってなっております。これね、実はこう組み立て式になっていて、こちらにね、閉じることもできます。で、そういう状態でベッド展開してあげると、ここがね、しっかりとしたベッドの空間になりますし、またね、このジャックのルーフが上がっていることによって、上でもね、お子さんが2人寝れるような空間が作れるようになっています。で、ここにスイッチコントロールと、あと 100V の電源が来ていて、であちら USB ポートと 12V の電源が来ております。で、こちら開けますと、デデンと、はい、こんな感じでシンクが出てきます。はい、で鏡がついていて小物入れになっています。で、ね、今後ろ側で外で使える状態のシャワーになっていますが、こちらもちろんね、中で手洗ったりすることもできます。で、ここの、ね、空間が空いていることによって、ちょっとね、大きめのものを奥に入れるような使い方もバッチリできるようになっています。で、こちらですね、シートの生地とか、あと家具の色はね、変更できますので、好きな色を選んでくださいということです。いろいろラインナップが出てます。みるみるランド、パピー拝見していきたいと思います。キャンパー次さんのパピーです。480です。はい、こちらのね、パピー480はもともとカムロードのベース車両なんですが、とてもね、スリムに作られているので、取り回しがいいよということで人気を博しています。はい、こちらキャンパー厚木さんのパピー480です。乗車定員が9名で、就寝定員が4名です。全長 4.8m、 幅が 1.7m、 高さが 2.7m です。ベースの車両がトヨタカムロードで、ガソリンで走ります。お値段が801万円です。はい、これですね、はい、特徴が、ね、幅がですね、174センチということで、非常にスリムになっているところがグッドポイントです。だけど室内高があるので、非常に、ね、広く感じられるというところですね。ベッドも広いですね。ではちょっと中拝見していきましょう。ちょっとね、この入り口も広く作られているところがいいなって思います。上がりやすいです。はい、で後ろにこれキッチンがあるタイプですね。すごい、ここも乗車定員2人作ってありますね、はい、横座りで、で窓がこちら側にありまして、でこの上はでしょ、収納になってます。ちょっとね、薄めなんですよ、やっぱり。なんですけど、しっかりね、横幅ありますので、物はね、収納できるようになっています。はい、で私の一番奥側にあるのが家庭用の、冷蔵庫じゃない、はい、家庭用のエアコンがついていて、これでね、もう車内が快適に夏でも過ごせるようになってます。でここですね、開けますと、はい、コンロが出てきました。なのでシンク、コンロ、台という形で簡単に調理ができます。でこれに下ろしておけば、ここもね、調理台としても活用できます。でここにはですね、はい、収納があります。はい、こんな感じで、ここ結構ね、奥深いですね。でこれ、ここかな、あ、これは後ろとつながってます ね、 すね。はい、こういう形で後ろとつながった収納になってます。ベッチルームです。でこちらがデデンと
マルチルーム、広いですね、はい、外ともつながっているマルチルームです。窓もついてますし、電気もちゃんとついてます。はい、冷蔵庫ここにあったんですね。はい、入ってすぐのところに冷蔵庫がありました。これもね、大きめの、かなり大きめの冷蔵庫で、ちゃんと冷凍の場所もあります。でその上が引き出しますと、こんな感じでちょっとしたものを入れられる小物入れになっています。でここもね、台として使えるようになってますね。はい、でこの机がまた非常に広くて、このリビング空間がかなりリラックスしたモードになってます。で間接照明もありますし、広いこちらの窓があるので、景色がいいところだと本当にね、素晴らしい、時間を過ごせるんじゃないかなと思います。でこの上にあるのが収納ですね。はい、ダンパで動くのですごい今楽ちんでした。で奥までかなりありますので、収納をしっかりできることができますし、これ、ね、真ん中でセパレートになるように分かれてます。はい、静かに閉まりますね。でここでスイッチを簡単につけたり消したりすることもできます。で私の後ろ側、こちらバンクベッドになっているので、これをねずっと引き出してここまで行きます。そうするとかなり広いバンクベッドで奥まで行けるようになっています。でなんとね、ここにベンチレーターがあるんですよ。なのでここからねクーッと全部通って、こちらで換気してくれるので、ここにねこもることがない。ここに、窓が1箇所だけなのですが、これあることで、このベンチレーターがあることで換気もしっかりできるように設計されています。こちら、パピーのフルハウスです。はい、これもですね、スリム幅、うん、174センチというね、キャブコンにしてはかなり狭いスリム幅になっています。なのでね、取り回しがいいよということで、すごくねそういうところも人気の秘密だと思います。でもね、バンクベッドがね、かなりこうやって見ていただいても分かるとおり広いんですよ。しっかり作られてます。でトヨタのカムロードがベースの車両になっています。こちらキャンパー厚木さんのパティフルハウスです。乗車定員が6名、就寝定員が3名です。全長 4.8 メートル、幅が 1.7 メートル、高さが 2.7 メートルです。ベースの車両がカムロードです。ガソリンで走ります。お値段が787万円です。はい、中見てみましょう。はい、それではお邪魔します。じゃあ奥から行きましょうか。はい、はい、すごい、もうこの字カッパっぽい机いいですね。全然違うね。全然違いますね。もうすごくゆったりできます。で後ろにも窓がありますが、このね3面か、全部で3面窓があるので、かなりね開放感がある作りになっているのと、この大きなテーブルがあって、さらに拡張したこちらのね、なんだろう、テーブルがありますので、非常に広いです。なんか作業するのにもすごい向いてるかなって、うん、あとゆったりするのにもこう、ね、何かで顔を見合わせながらもすごいなんかしやすいなって感じがします。でここの奥のこのスペースにですね、はい、こんな感じで角っこなんですが、しっかり収納ができる縦のスペースがあります。で私の上にあるのが家庭用のエアコンなので、もうねこの空間本当にお家のリビング空間みたいにすごい広く涼しく快適に過ごせるのと、こちらが収納ですね。あーすごい、勝手に上がっていくダンパー付きの2段になった収納です。というところも嬉しいですね。で反対側は上の方にありますので、はい、こんな感じで、ちょっとねやっぱり174センチと幅がね限られているので、この収納の厚みっていうのか深さっていうのは他のキャブコンに比べると狭いは狭いんですけど、それでもねしっかり取ってあるので、収納のスペースとしてはしっかりしているんじゃないかなと思います。はい、でこれが跳ね上げなんですよね、テーブル。あ、そうですね、これはねこうやって、これ面白いよね、なかなかないですよねこれ。
跳ね上げ式のテーブルです。はい、でここですね、入ってすぐの、はい、こんな感じでライトもちゃんとつけますし、ちゃんとね、お手洗いとして機能するように設計されています。はい、トイレルーム、はい、で、私の今いるスペースがキッチンのスペースですね。いるかな、こっちに電子レンジで、これは拡張、あー、なるほど、こうして拡張型になって、これでしっかり使えますよと。あ、いいですね、この拡張型で、この下が冷蔵庫になっていて、しっかり収納もできるようになってますよと。で、ここがででんと、すごい大きなシンク、このシンクはかなり大きいです、使いやすい。で、こちらが収納の部分になっています。で、さらにこの奥ですね、あ、こっちもね、上にこのベンチレーターがついているんですが、この奥が 1,2,3 と全部収納になっています。これがね、かなり奥、70センチぐらいありそうな感じの奥行きとさ、深さがあります。で、それが、はあ、この位置にちょっと3段目はちょっともう届かないんですけど、よいしょ、これかな、これ一番上はちょっとでもこんな感じで結構ね、この深さがあるので、リモコンとか、はい、リモコン今入ってますけど、こんな感じで使えるようになってます。あ、そっか、こうやって引き出してあげればいいんだ。そしたら洋服とか入れてもしっかり取れるんだ。なるほど、なるほど、よし、おお。で、ここも開けるとじゃんと小物入れですね。ここはやっぱりキッチンなので、こういうちょっとした小物入れがあると、調味料とかね、あとなんかお菓子とか入れててもいいかなと思います。はい、で、こんな感じで私の立てたところを、はい、このね、間をウォークスルーしてあげると前に行けるようになってますので、これじゃ戻して、はい、こんな感じでウォークスルーも簡単にできるようになってます。はい、はい、で、ベッ、あ、そっか、これが常設のバンクベッドなんですね、うん、はい、こちら側が常設のバンクベッドになってて、ここはね、本当にもうあのお洋服入れってことになってます。ミルミルランド、はい、こちら三島ダイハツさんのクオッカです。拝見していきます。はい、クオッカ、このね、富士ヒノキをふんだんに使用しているのがこちらのクオッカの大きな特徴です。こんにちは、ありがとうございます。はい、こちら三島ダイハツさんのクオッカです。乗車定員が2名で、就寝定員も2名です。全長 3.3m、幅が 1.4m、高さが 1.9m です。ベースの車両がハイセットトラックパネル版です。ガソリンで走ります。お値段が471万円です。はい、これが富士ヒノキです。はい、すごいですね、富士ヒノキふんだんに使っているという1台です。もうね、森の中にいるような本当に空気がね、キッて感じになって、非常にヒノキの癒し効果があります。この動物がクオッカですね。ニコって笑ってるね、かわいいクオッカで、ね、こういうところがいちいち開いて、ちゃんと全部収納になってるっていうところがね、いいですね。座れるだけではなく収納ができます。あ、で、こっち側は電装と収納になってますね。はい、はい、あ、もう本当いい香り、癒されますね。で、あちらについてるのが、
クーラーなんですけれども、このクーラーはオプションで付けられますよっておっしゃってました。でその左側に今クオッカの、あの人形がいっぱいいるところなんですけど、収納になっています。ですごい明るくて優しい空間作りです。でその外で椅子とかテーブル使えるようになってます。はい、こんな感じでね、ここにも収納なんですが、さらにですね、ここを開けますとデデーンと冷蔵庫も出てきます。これ嬉しいですね。冷蔵庫もね、あのやっぱり木に囲まれてるから、あの冷蔵庫って感じじゃなくて乗ってるところがおしゃれです。であちらに、タッチパネルがあって、でキケットはあちらでコントロールすることができますし、こちらにはですね、100ボルトと USB、 そして 12 ボルトのコンセントがあります。はい、こんな感じの高価です。でモノもちゃんとね、こちら開きますので使えます。はい、みるみるランド。はい、こちら時間旅行者のブースです。こちら歌舞伎です。拝見していきましょう。外観もすごい素敵なんですけど、この中ね、素敵なロゴが入ってますね、歌舞伎。あとね、ここから見るとホイールが、はい、変更されてて、ちょっとかっこいいホイールになってます。で、ここにね、机があるんですよ。またね、いいところにありますね。自由に動くテーブル。はい、自由に動くテーブルです。でチーム用システム、はい。そして後ろから見るとすごいよくわかりますね。この空間がすごい素敵なのは、このね、カフがすごい素敵な特徴があるからなんですよね。でこのステッチをすごい綺麗に入れていて、カーブをね、全部こうステッチ入ってて、本当にぴったりこうカーブをきれいに作ってるのがこの特徴ですね。時間旅行者さんのこの技術力の高さが伺えます。で標準搭載って書いてあるんですが、こちらがここかな、よいしょ、冷蔵庫ですね。冷蔵庫、はい、冷蔵庫です。あ、もう冷やしてあります。すごいね、実用的な冷蔵庫です。でこれちゃんと中からもアクセスできるようになってます。でこの下がですね、全部収納の空間になっているので、かなり、すいません、よいしょ、はい、こんな感じで、あと電装も入ってますかね。はい、こんな感じで使えるようになっています。でここがね、掘ってあるの分かりますよ。ここの白い部分がちょっと掘ってあるんですね。こちら側から見ると多分分かると思うんですけど、斜めにこうカットがされてるんですよ。なのでこの寝た時の足に何も邪魔するものがない状態になってるのがすごい素敵だと思います。ゆったり眠れます。でじゃあこちらから行きましょうか。デデン、はい、開けますと中までね、すごいしっかり綺麗にコーディネートされてる収納です。こういうのも嬉しいですよね。よいしょ、はい。でその下にはこちらね、電気系統のものが来ております。でこちら側も、あ、そうですね、はい、こちら側もこんな感じで収納スペースになってます。はい、でこっちはよいしょ、お、あー、ここでね、ちゃんと鏡がついて、でライトもついて、お化粧ができるようになってる。これは嬉しいな。はい、でこのサイドにもちゃんとした収納がついているので、下の収納と合わせるとね、かなり広く取られているのが分かります。これで、ね、ゆったりくつろげます。いいよ。